皆さんこんこにちは、えー、レクセンン講師の野ですそれでは、えー、今回は、えー、2022年合格目標の、えー、司法書士試験、えー、民粗計算法運 n のスマート攻略講座について簡単にご紹介をさせていただこうと思いますこの講座はですね、えー、直前期に皆さんに聞いていただくことを想定した新しい講座となっています えー、この内容なんですけれども実は1回です、ね、60分30回分という回数設定になっていいますいわゆる通常の講義のように3時間でもって1コマという形にはなっておりません、えー、30テーマ必ずしも1回1テーマということではないんですが約30テーマ、えー、こちらをです、ね、ピックアップさせていただいて民主・民事保全について、えー、ここはしっかりと攻略してほしいというところについて そして皆さん方はこれを利用してですね例えば規範力のところだけ聞いてみたいですとか証明責任のところだけ聞いていきたい弁論主義だけやりたいそういったような形で受講する単位を選んで聞いていただくことができるようになっているところが特徴となります。 そしてこの講座テキストは実践力パワーアップ講座のテキストを使っていきますで実践力パワーアップ講座のテキストを使っていきますので、えー、本年度実践力の講義を受講されている方には内容が重複してしまいますからお勧めはいたしませんそして過去に実践力の講義を受講されていた方も、えー、お手持ちのテキストとそれの抜粋ということになりますので、えー、まあ内容はもちろんお 取り直して最新のものとなっておりますけれども気になる方についてはどうぞ慎重にご検討いただきたいと思います主に対象としているのが一年目ないしは二年目の方もしくは民室民室民事保全以上に苦手な方でもって今年の 本試験が終わってからですね、えー、大型のインプット講座を取っていらっしゃらない方を想定しております例えばトーレン、えー、中心のパックなどを取って、えー、いただいて、えー、トーレンのおパックでインプットは自分でやってきたそういった方あを対象にしているんです、えー、インプットの勉強を自分でやっていらっしゃる方 主要四科目は、えー、こう調子よく勉強が進んでもなかなかマイナー科目になるとゴテゴテになってしまうと、えー、そして一月以降の冬練シーズンにこう入ってしまって結局マイナー科目についてしっかりと取り組めないまま四月を迎えてしまうと、そういったような方を多く毎年見てきております。で、そういった方たち例えば憲法刑法でしたらばなんとかですね自分でその後四月以降でもお攻略していくことできると思うんですが、民 年計となりますと、えー、さすがに7問の問題数がありますからなかなかですね4月まで何もやらない、ね、という状態で、えー、当連のファイナルト連を迎えてしまうのは非常に不安だと思うんです。そこでですね この1講義60分え超重要な30テーマえ、約30テーマこれを確実に攻略していただくために本講座を作らせていただきましたえですのであの民層民主民事保全が苦手な方にはえ非常におすすめさせていただこうと思います。 私が全てのコマを担当いたしますオリジナルレジュメは先ほど申し上げたとおり実践力の抜粋となっておりますので例えばブレイクスルーテキストで今まで勉強された方にも中上級で非常に合格者をたくさん輩出しております実践力パワーアップ講座のテキストを手に入れることができるチャンスでもありますのでまあ,あの この機会にですね、えー、ちょっと民ソ系の散歩ね、このスマート攻略講座取ってみようという方、えー、ぜひですねあのご検討いただければ幸いです。それでは今日は皆さんにですねこの新しい講座です、民、え、ソ、ー、系散歩運動の,のスマート攻略講座について簡単にご紹介をさせていただきました。えー、ご清聴どうもありがとうございました。